ちは、マークです。今日は、マークファーストリサイタル、ようこそいらっしゃいました。今日は僕の他にですね、2つ目、新年明けましておめでとうございます。今日は僕の他にですね、たくさんのゲストが、来てて、去年ね、今日は特別ゲストとして、去年、くれるレコード大賞を取った澤田健二さんのファンのサムとか、それからケンもちろんね、トニーも僕が来てる方に来てます。僕はまだ来ないんですけども、多分みんなそうじゃないかと思います。僕にとってこの今年の一番最初のリサイタルなんでね、なんかこれをきっかけに今年1年すごくいい年にしたいと、頑張りたいと思います。皆さんもどうぞ1年間よろしくお願いします。今日は一部になりまして、リムの方でもエリケなんか使ってね、なんか楽しいことやってみたいなと、こういうふうに思うんですけども、またリムの方で、何かが起こるかも知れないですけども、頑張ってやります。では、一部のステージに続けていきたいと思います。シックスの方で
成人になって、ね、お酒飲まれた方もいっぱいいると思うんですけども、ただのお酒じゃいけないんです、これから、ね、何がいいかというと、名前のお酒です、ね。
どうもありがとうございました。眠い訳とそれからディーププルーツ続けてよくない。実は、今日1月22日にされたのが、まあ、あるんですけども、まあ、今やってるんですけどもね、まあ、いろいろ一人でされたのとなるといろいろこう心配事があってね、お客さんも本当にいっぱい来てくれるかとか、歌詞を間違えないで歌えるだろうか、あとは、曲を間違って歌えないだろうかとか、いろいろあるんですけども、それでね、やっぱりたくさんの人に見てもらおうと思って、こんなポスターがあるんです。今日 の白黒のね、毛皮のゴール来まして、こういう顔をした素晴らしいポスターがあるんですけども、それを主から、もらってきまして、うちの部屋に飾っておいたのね。でもそれは僕が見せてもしょうがないなと思って、これを街の中に貼っとけばね、あ、これを見て、あ、マークのお店が1月21日にあるんだ、あ、私も行こう、こういう人がね、まあ、2000人ぐらいいるんじゃないかと思って、実は、とことこと貼りに行ったんです。最近僕は、前駒沢というところに住んでまして、この多摩川の方に引っ越しをしまして、今一人で住んでるんですけども、その多摩川の近くにね、高島屋っていうデパートがあって、その前がすごく賑やかな。でもそこに昼間行ったらね、こう恥ずかしいから、何時頃だったかな、かなりもう1時近かったと思いますけども、ポスターをくるくるっとこう丸めてね、こう左脇にポンと抱えまして、右手にトンカチを持って、それで寒かったんで、白いマスクをしてね、それで昔ボーカルがよくかぶってたようなケイトの帽子をスポッと買えない、そういうスタイルで行ったんですけども、まあ、1時頃行ったらね、まあ、昼間はすごく賑やかなんですけども、ほとんど人がいません。でもそのポスターっていうのはやたらとこう街の中に貼ったら怒られるんですね。おまわりさんとか、パトカーに使ったらかなり注意される。やっぱ僕はなんていうかな、生まれつき身長が多いんで、その辺はね、こう30分ぐらいキョロ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 してて、パトカー来ない、おまわりさんもいない、こういう感じで、ずっとその前に30分ぐらいいまして、電子柱にこう打とうと思ったんだけども、最近の電子柱っていうのはコンクリートでできてて、昨日の電子柱はないんですよね。それで、まあ、一生懸命30分ぐらい探して、やっと1本だけあったんです。それで、まあ、右手にトンカチを持ちまして、それで左手にこう釘を持って、それで電子柱がこうあるでしょ、それでポスターをこうポッと押さえてね、左足でグッと押さえました。こういう形で貼ってたので、トンカチをトン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 って打ってた後ろから前さんが僕の肩をトントントンって叩かれまして、一瞬ギクッてして、そのままの形で、こんな感じでね、怖かったんですけど、お前さんが、君、こんなとこ何してんだって言われまして、マークのポスター貼ってるんですよ。まあ、お前さんはね、本人がこういうのは全然知らないものですから、あ、マーク、うん、あ、知ってる、知ってる、元はボロボロ。まずなんか言っちゃいました。ケネットマーク。風の館です。僕
広島から新幹線ですか？あ、まだ歩いてきたの。どうもありがとうございました。
次の曲はですね、また楽しく一曲やってみたいと思います。よかったら手拍子、足拍子、あ、それから途中であの英語のね、簡単な、歌詞がありますから、僕と掛け合いで、やってみてください。向こうのロックンロール、これをよろしく。エナメルの靴のシンデレラ。
長い曲を一曲やってみたいと思うんですけども、これは僕の最初の MP の、リフの中で昨日の曲です。Oh,
君のように笑顔、さよなら僕
本当お猫さんですね。それと全く逆っていうのは、
寒くて、なかなか早起き。大抵一番最初にかかってくる電話を佐野が取るんですけども、普通ね、朝って言ったらリーンとかかってきてもこう、ああ、もしもし、もしもし、こんな感じなんですけども、佐野の場合はすごく元気がよくて、リーン、はい、もしもしって。
Thank you.
で僕はよくステージやなんかで、ね、リクエストをね取るんですけども、大体リクエストっていうのは、僕の新しい曲ってなかなかしてくれない。ガロロの曲とかね、もしくはクロスビーの曲とかね、いろいろ出るんですけども、今日はそのクロスビーの曲を一曲やってみたいと思います。と言っても一人ではハモれないのでね。まだよ。慌てない。一人ではハモれないんで、ギターの曲をやってみたいと思います。まだ。これはクロスビーの中のスティーブ・ストゥースという人がいまして、彼の曲でブラック・インという曲があるんです。それを少しアレンジして、ギターソロでやってみたいと思います。全然変わってなくて、相変わらず音楽好きだなとつくづく思ったんですけども、
まず普通なんていうかな、崖だったんですけど、なかなか上がってないような感じなの。一見普通リサイタルっていうとね、こうそわ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 しちゃうでしょ。もうこんなだってね、もう全然上がってないわけ。それもってね、普通あと10分前とか5分前とかなればね、あと5分だ、あ10分だとかこう思うわけよ、なんかね。それもトミーの場合は本当に音楽が好きなのか、マイペースなのかちょっと分かんないけども、まだ相変わらずギターに鳴らしててね、あそこのあの曲のコードが A7 だとか全然もう閉じてないわけ。あ、今日はトミー全然上がってないな、うん、偉いな、やっぱりさすがにと思ってたんだけども、いざステージ見たらすんごい上がってるね、こちこちになってるわけ。そんな、マイペースのトミーの、曲を、これに1曲やってみたいと思います。地球はメリーゴーランド。
あ、自分が飲みたかったんだね。最後まで開けなかったんだよね。何かがしちゃった。これ一応ボーカルとみなしてこういうとこか。あ、そうだね。そっちが似てるからね、これね。はい、この辺やるとこか。その辺が、ボーカル、ね、あれボーカル。すごいそっくりだね、プロポーションもね。ね、まあ、せっかく3人揃うはずだったのでね、うん、まあ、皆さんにもうちょっとお詫びをしなきゃいけないんですけども、ね、今日ボーカルトミーが来るって僕ラジオでも言っちゃったんですけども、ね、どうもごめんなさい。その代わりにトミーとなんかやりましょう、いろいろ。で、今日はあのね、リサイタルがあってちょっとあの景気のいいなんだ、はい、ジュリエットちょっとお借りして、はい、ジュリエットを出てください。なんかあのブギのブルースのアンプ、あ、一発ぶち切れない。あ、いいですね。僕ギター持ってたんだよね、一応出演があるんだよ。お、
Thank you.
今はエレキで少し弾いてみようかなと、さっきのトーイに負けないくらい頑張ってみようかなと思います。ちょっとそれでどんじりに返しは、こっちの柴さんの、弟に当たります柴山君です。はい、じゃあしばらく聞いてください。じゃあスイートドリームとスローダウンとスワード続けて聞いてください。
Bye.
ですけども、約3時間弱のステージ、一部と二部、ずっと聞いてもらいました。最後までどうも温かい声援ありがとうございました。なかなか、明るい島の方なので 100% 自分の何か箱を出すことはあまりできなかったんですけども、それでは、最後に、楽しい曲で行ってみたいと思います。風に乗って夢の国へ。